里崎さんは予選はもう楽勝で、うん、もう何も考えなくていいってことですけど、一応韓国もいるし大丈夫かなってこう野球ファンなんかちょっと思っちゃったりもするわけですね。やっぱあの韓国戦ってやっぱドキドキするんですよね。まあ、そう不安がある人はもうそれはまあ普通の人ですよね、はい、感覚的にそれはもう仕方ないんですよ、はいはい、で僕はもうジャパンプライドあるんで、はい、それは不安なんですけど、日本が負けるかもしれない、いやそんなの思うわけないやろっていう、失礼やろっていうジャパンにもう猪木イズムですね先輩方が築き上げていたけど日本プライド、はい、ひょっとしたらいや失礼ですよそんな言えないですよ。もうすいませんでした。これでも里崎さんの今の発言が栗山監督を追い詰めてないですか、はい、こんなこと僕が言いまくるから栗山さんは一番プレッシャーあると思います。いやそうです、やっぱそうです、追い込んでますよね、やっぱり届いてるかもしれない